ありがとうございます。マサト役を演じさせていただきます八木生です。しっかりと、ホストを相続しちゃいましたの魅力を皆さんにお伝えできるように今日は一日、過ごしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。子犬系小悪魔男子で先輩たちには甘えん坊な姿も見せる新人ホスト夜空流星を演じる宮世琉弥さんです。はい、夜空流星役の宮世琉弥です。この中では、可愛い系キャラをやらせていただいております。今日は皆さんよろしくお願いいたします。お気に入りのホストを、ホスト、はい、一人挙げるとしたら僕は直樹さんですね。お、はい、どういったところ、ほかほかほか、かぶっちゃうから他ですか。まあ消去法で流星おかしいだろ消去法っていやでも、はい、あのきっと、はい、僕が女性になって、はい、きっとホストクラブに姫になって行ってみたら、はい、なんだかんだこういうね、あのゆるふわで可愛くて子犬みたいな、はい、ホストにハマっちゃうんだろうなって思いますね。はい、うん、ありがとうございます。それは僕も思いますね。あんま自分で言うことじゃない、うん、そう、うん、あ、ご自身でってことですねそうですね、流星、はい、うん、お二人結構あの普段仲いいんですか。そうですね、劉備は、はい、それこそこの作品に入る少し前から、まあ、その僕のグループのメンバーの大輝くんという共通 の知り合いもいて、そこからどんどんどん仲良くなっていたんですけど、はい、今では僕に何だろう、すごく気軽にフランクに接してくれて、なんか僕がもう逆にそうお願いしたんで、はい、なんかすごくいい雰囲気で毎日過ごさせてもらってます。はい、ありがとうございます。僕自身ホストにも行ったことがなかったし、そのこのドラマの機会のおかげでなんかいろいろこうホストを知るっていう、なんかこう自分の知らなかった世界を見れたっていうのがあって、だからこのホストとかまだそういうのを知らない方たちも楽しめる作品になってると思いますし、もちろん知ってる方でもさっき三浦さんが言ってたようなそのノンフィクションだったりフィクションなところも混ざり合ってて、また新しいこうなんか世界が見れるんじゃないかなと思うので、そういうそこはすごく僕は見どころだなと思います。はい、ありがとうございます。ちなみにあの先ほどあの子犬系っていうあのご紹介をさせていただいた時に若干こう笑いがあったというか、はい、あれは何だったんでしょうか。何だったんですか、なんで笑ったんですか自分でやっぱ子犬系って言ったらあれなんですかね、ちょっと子犬系でしょ。子犬系ですよね、うん、自分でのはどうなのかなっていうのがあるんですじゃないもん。大丈夫です。現場に限らず、あの子犬系だと、うん、控室とかでお話ししてる時も割と、はい、だからもうこれからは子犬系、はい、これからなんなんなんですか、その小声でちょっと言う感じなんかでもあのすごくあのみんなにかわ、はい、先輩方に可愛がられてる、うん、はい、まあ、そういう意味で子犬系なのかな。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちなみにあの推しのホスト、はい、お気に入りのホストはお一人挙げるとしたらどなたでしょう。そうですね、ルイですね。ごめんね、マサト、マサトって言いたかったんですけど、はい、ルイですね、はい、なんかそのルイさんのことをですね、やっぱ流星くんがやっぱこの先ドラマで、はい、なんかこうなんかあるかもしれないじゃないですか。ちょっと気になる存在、ちょっと気になってる存在であって、はいはい、で自分の視点からいくと、なんかもし自分が姫でお店に行った時に同性だったらすごくなんかこうフランクにこう話しかけられるし、なんかこうルイはちょっと男装してて男っぽいけど中身は女の子っていうので、なんかちょっと不思議なこう体験をできるなと思ったので、すごい新しい世界に一歩踏み出したいっていう気持ちでルイを選ばせていただきました。はい、いや、どうしましょう。ちょっと、そうですね。いや、でも、はい、あ、なんか、ちょっとあの祈りが入ってる。はい、祈りが入ってますね。こっそり入ってますね。祈りが入ってますね。祈りはしてない。これは、マイク持ってるだけですか。そうです。あ、そうですか。あ、上がってきてます。上がってきてます。上がってきてます。もちろん、あの、ナンバーワンホストの八木さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。どういったところが、はい、そうですね、でもやっぱりなんかあのホストとしてのオーラとかもやっぱりすごいありますし、うんうん、仕方なく選んだでしょ。めちゃくちゃ、ちょっと仕方なく選んでますよ。いやいやいや、まあ、でもね、ナンバーワンで、やだな、ナンバーワンのあのオーラナンバーワンだったから素晴らしいなと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、